動画ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなた様のことで実はへこんでいることはというテーマで、お相手の方がですね、あなた様に関することで実はへこんでいることはどんなことなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入っていくんですが、選択肢ですね、左からA、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらの Tender Embrace っていうカードで、寛大に受け入れる、寛容に受け入れるっていうカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのですね、Wish Upon a Star というカードで、星に願いをというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、The Land Between というカードで、中間地点というカードになります。こちらは C になります。何かで気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただきますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらの Tender Embrace というカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様のことで実はへこんでいることはというテーマで、お相手の方はどんなことでへこんでいるかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様との間で起こった出来事が何なのか、お相手の方ですね、あなた様のことで実はへこんでいることは何か、そしてお相手の方は今あなた様に何をすべきと思っているのかということと、お相手の方は今後ね、どういうふうに動いてくるかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはですね、お二人の間に起こった出来事、そしてお相手の方が実はね、へこんでいることは何か、あなた様に対して今何をすべきと思っているのかっていうカードから見ていきます。
ではですね、見ていきましょう。上のカードから、こちらがお相手の方とあなた様との間に起こった出来事は何なのか、お相手の方が今実はね、あなた様のことでへこんでいることは何か、そしてこちらがお相手の方がですね、今あなた様に何をするべきかと思っていらっしゃるのかというカードです。では見ていきます。ではですね、見ていきます。はい、ではちょっと全体を見させていただくんですが、はい、なるほど、ですね、はい、では見ていくと、そうですね、へこんでいることとしては、まあ今現時点でっていうことにはなると思うんですが、まああなた様との関係をちょっとこう、不甲斐ない結果にしてしまったこと、これがですね、まあやっぱりまあ、落ち込んでいらっしゃるというか、へこんでいること、もっとね、あなた様との関係は、まあ、例えば、まあ、豊かにしていくだとか、幸せにしていくだとか、まあ、そういったところを想定はしていらっしゃったと思うんですけども、なかなかそこに届かなかったというかね、まあ、本当にちょっとこう、現時点では不甲斐ない状況になってしまっていることをへこんでいらっしゃるからこそですね、まあ、サークルっていうね、円環っていうカードが出ているので、何かをこう丸く収めるっていうこともね、表すカードが出ているので、まあ、何かをね、まあ、こう完結させたり、丸く収めるっていうことは想定していらっしゃるようですが、ちょっとこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきます。はい。ではですね、見ていくんですが、お相手の方とあなた様との間に起こった出来事として、なんて言ったらいいのかな。まあ、ちょっとこのカードからお伝えしていくと、Daydreams and Decisions っていうのが出ていて、Daydreams っていうのは空想を表します。で、Decisions っていうのは決断ということで、空想と決断っていうカードになるんですが、空想っていうのはいわば頭の中で描いていることになります。で、その頭の中で描いていることを、本来このカードだけだったらば、その頭に描いていることをこう決断し、まあ何かを実行するっていうことなんですが、なんかこう、まあ想像していたことであったり、それこそあなた様に想像させたことが多分あったと思うんですね。お相手の方が、いつかこれをやるからね、とか、こうしていくからね、とか、こんな風になっていこうね、とかね、そういったこう言葉とかメッセージを伝えて、あなた様に想像させたことって多分あったと思うんですね。でも、それを結局、やらなかった。やれなかった。っていう、なんて言ったらいいのかな。ちょっとこう、まあ、言葉悪いかもしれないですが、やるやる詐欺みたいなね。なんかそういう出来事が発生していたんじゃないかと。なぜそうなるかっていうと、次のカードがね、それを表していて、ペンタクルの6っていうカード。これが逆位置になります。で、このカードっていうのは、もともと正位置の時に、困っている人にね、これ自分の持っているものを分け与えている。まあ、なんでしょうかね、こう天秤があるので平等にね、これ分け与えているっていうことで、支援するっていうことであったり、援助とかですね、まあ救いの手を差し伸べるとかですね、まああとは助けるっていうね、まあそういったカードであったり、あとはまあ満足のいく結果をもたらすっていうね、ことを表すカードになるんですが、逆位置になると、その満足のいく、まあ結果を渡しているのではなく、逆に言うと、こう、不満の残る結果を、まあ、明け渡してしまったっていうことになったりだとか、あとは見せかけの善意とか、見かけ倒しっていうことを表したり、不完全っていうことを表したり、あとはまあ、バランスの欠如とか、まあ、すっきりしない状況っていうね、意味のカードでもあるので、だから、なんでしょうかね、アンス様としては全然こう、すっきりしない、なんかこう、なんて言ったらいいのかな。まあこう、不完全な、まあ不完全燃焼というわけではないのかもしれないですけども、なんかもやもや残るな、すっきりせえへんな、というような状況ですね。それも、やっぱり先ほどね、あなた様には何かこう、空想させ
だけさせておいて、それをこう叶えなかったから、いやあれ言ってくれていたやん、いやあの時あれするってちゃんと伝えてくれてたのに、えなんでっていうような、うん、なんかそういう状況をですね、うん、お相手の方が起こしてしまって、なんかね、うん、あなた様をがっかりさせたんじゃないかなという出来事がまず見受けられるんですね。で、そんなお相手の方も、うん、まあ、ちょっとね、背伸びして、まあ、あなた様にカッコつけたかったり、まあ、意地を張りたかったり、見栄を張りたかったのかなっていうのも考えられるんですが、ペンダクのページっていうカードが出ていて、このカードっていうのは、正位置になると、キャリアを積み上げるとかですね、経済的な問題を解消させるっていうことであったり、まあ、あとは何かを継承するっていう意味もあるんですが、そのお相手の方があなた様にね、空想させたことっていうのを実際に叶えるためには、本来はもっとキャリアを積んでおかなくちゃいけなかったり、もっと、なんでしょうかね、自分の経済的な問題を解決しておかなくちゃいけなかったわけです。例えば、あなた様に伝えたことを叶えるためには、もっと収入を増やさなくちゃいけなかったり、もっと社会的地位を上げてなく、ければいけなかったり、なんかもっと将来性を安定させていかなければいけなかったり、もっとなんか例えば借金とか、なんか支払いが滞っているものがあるんだったら、ちゃんとそれをこう、返済したり、清算したりしなきゃいけなかったりとかね。まだまだ課題があったにもかかわらず、先に、まあちょっとこう、できもしないこと。まあ本人はやろうという意思はあったんだと思うんだけれども、物理的なキャパシティとしてちょっとこうできないことをあなた様に先にこう口走ってしまって、期待だけが上がり、実際にはそれ叶えられないっていう現実が分かって、がっかりさせるみたいな、なんかそういう出来事ですね。が発生したんじゃないかなと。だから、そうですね。お相手の方として、まあ、まあ、お相手の方がね、まあそういった、ちょっとこうね、背伸びしたことを言ったことでがっかりさせたっていう事態に、凹むっていうのはちょっとおかしいのかもしれないけれども、凹んでいることは何かっていうと、まずここですね、カップの10っていうカード、これが正位置です。で、このカードっていうのが正位置になった時の意味として、非常にね、これ人間関係がうまくいっている様子を表すカードのことから、これ円満な関係っていうことであったり、まああとはですね、愛する人との幸せな暮らし。ですから、まあ今回で言うと、あなた様との幸せな暮らしを、まあ、送るということであって、その幸せな生活を、まあ、言えば実現するとかね、うん、まあ、そういったことになってくるのかなと思うんですが、うん、まあ、だからそれを実現できなかったどころか、なんかこう不甲斐ない結果になってしまったこと、現時点ではね、まだ挽回の余地はあるのかもしれないけれども、現時点ではそういう不甲斐ないね、結果になってしまった、まあしてしまったことを、すごくまあ落ち込ん、まあ凹んでいるということですね。ここもそうです。うん。で、このカードも、カップのクイーンっていうカードがこれ逆位置で、このカードっていうのが逆位置になった時の意味としては、ですね、ストレスや不満が溜まるということであったり、希望を失うとかですね、まあ、あとは自己過信っていうことであったり、ですね。まあ、場合によってこれ別れとかも表すカードになりますので、まあ、お相手の方の自己過信が、まあ、今回招いた出来事でもあると思うんですが、それによってね、あなた様の、まあ、希望をね、まあ、まあ、失わせてしまったことであったりね。まあ、強烈な、まあ、不満とかね、ストレスを溜めさせてしまった。場合によってそのストレスや不満がもう耐えられなくて、あなた様からもう別れるとかね。もう終わりにしましょうみたいな感じで振られてしまったりとかね。まあそういう状況の方もいるとは思うんですけども、そういう事態になってしまったこと。もしなっていたらね。まあなっていなかったとしても、なんかすごくこうね、あの様を、もうなんかこう、萎えさせてしまったことですね。まあそこをね、まあ凹んでいらっしゃるということですね。で、まあ、あとはここですけれども、まあ、フォーカスっていうのが出ていて、焦点を当てるとか集中するっていうことで、まあ、本来ね、もっと先に集中しておかなくてはいけないことっていうのがあったわけですね。お相手の方にはキャリアを積み上げていくために、まあ、仕事頑張るとか、ね、経済的な問題を解決するために、例えばね、コツコツと貯金するとか、ね、真面目にコツコツと何かをこう、返済するだとか、ね、将来に向けての資金を蓄えておくだとか、ね、もっと集中するべきことがあったのに、自分はちょっとこう、あの様にカッコつけたかったり、ちょっとよく思われたくて背伸びしたことをね、先に言ってしまったと。だからもっと集中したら、ちゃんと有言実行ができていたはずなのにと
いうところで、うん、まあ、ちょっとそこの、なんていうのかな、自分の爪の甘さというかね、脇の甘さみたいなところに、まあ、自分にすごくこう、凹んで、うん、がっかりしているというかね、まあ、もちろんあなた様をがっかりさせたことについても、まあ、凹んでいるというかね、申し訳ない気持ちでいっぱいなんだとは思うんだけれども、まあ、そういう気持ちにもなっていらっしゃるということですね。だから、うん。今ね、まあ、お相手の方があなた様に対して何をすべきと思っていらっしゃるかっていうところに関しては、ここですね、サークルっていうカードが出ていて、これは円環ですね、円ですね、円が描かれています。うん、ですから何かをね、円満に解決するとかですね、うん、まあ、あとは先ほどもお伝えしましたが、何かを丸く収めるとかね、うん、円をつなぐっていうことを表すカードでもあったりします。うん、ですから、まあ、あなた様との間でね、まあ、起こしてしまった、まあ、トラブルというよりかは、まあ、がっかりさせてしまった事案を、まあ、円満に解決するってことは、もう一回、なんだろうかな、あなた様に希望を持ってもらえるようにするとか、信頼回復に努めるとか、まあ、納得とか安心してもらえるような、今度は結果で示すとかね、行動で示すとか、まあ、そういったことをして、うん、今、二人の間に起こった出来事を円満に、うん、決着させていくべきだと。うん、まあ、それをしなくてはいけないというふうにまず思っていらっしゃるのと、あとはそれをまあ自発的にというか、ソードの、あ、ワンドの7ですね。ワンドの7っていうカードは正位置になると、他の人たちよりもなんかこうね、高いところにこう立つことができているっていうことで、優位な立場に立つとかですね、まあ、有利な条件で物事を進めるっていうことも表すんですが、何かをこう優位に進められるような状況になることで、これリーダーシップを発揮するっていうことでもありますから、リーダーシップの発揮っていうことで、まあ、あなた様との関係を円満に解決することに対して、自分の方からリーダーシップ、あなた様になんか歩み寄ってきてもらうとかね、なんかこう仲直りの手順を進めてもらうじゃなくて、もう自分が起こしたことは自分で尻拭いするみたいなね、うん、それをしなくちゃいけないなというふうに思っていらっしゃるということですね。うん、あとはここのカードですね、ワンドのエースっていうカード、これ逆位置です。もともとこのカードも正位置の時には、やる気、モチベーションの高まりということであったり、まあ、あとはエネルギーに溢れた状態っていうことで、すごくエネルギーに溢れた活気に満ちた状態っていうのをね、表すカードになりますが、逆位置になると、まあ、やる気モチベーションが下がったり、意欲の減退ということで、まあ、あなた様の意欲を減退させてしまったわけですね。うん。お相手の方とやっていこうというやる気モチベーションを下げてしまった。うん。それをなんとかまた回復させていきたい。うん。もう一回テンション上げてもらいたい。うん。上げてもらうためには、まずは、自分がこう、舵を取ってね。うん、この円満に解決していくってことをしなきゃいけないなっていうふうに思っていらっしゃるようですから、なんかこうもうがっかりされたんだともそれでええわみたいな感じで諦めているわけではないのかなと思います。ではですね、実際に今後お相手の方はどう動いてくるのかっていうことですね、こちらを次に見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。お相手の方はですね、今後あなた様にどう動いてくるのかっていうカードです。では見ていきます。うん、はい、なるほど。ではですね、見ていくと、うん、もうね、まあ、お相手の方っていうのはあなた様からですね、まあ、言葉による信用はもうなくしてしまったのかなと。だから、その、お相手の方がね、今何を言おうと言葉でね、
なかなかあなた様としてももう信用できなくなってしまっている状況だと思うんですね。それはお相手の方も、まあ、なんていうか、自覚していらっしゃるところがあるようなので、まあ言葉ではもう何ともならないと、いうところがあるので、まずここがね、出ているんですが、アクションスピークラウドリーということで、まあ言葉は行動よりも多くを語るというカードで、まあこのカードのメッセージも見ていただくとですね、Express your love through actions ということで、アクション、まあ行動を通じて、まあ自分の愛をね、こう表現していくっていうことの通り、何かこう行動でね、愛を表現する。もう言葉で例えば好きだよとか一緒にいたいとかね、何々しようとかね、まあそんなこと言っても、はいはい、どうせそれはね、口だけなんでしょっていうような、もうそういうところまでちょっとこう信用が落ちちゃってると思うんですね。だからもう言葉では無理だから、まあ行動でね、例えばあなた様が本当にしたいと思っていたところの、なんだかな、例えばディズニーランドに行きたいって言ってたんだったら、ディズニーランドの行こうねじゃなくて、ディズニーランドの例えばチケットをちゃんと取るとか、ホテルも予約しとくとか、ね。そういったところまで行動で示して、本当に行こうね、これ本当に予約してるから、みたいな感じでね。二人で同棲する話が出ていたとしても、同棲またしようよっていうのじゃなくて、実際にもうこの物件、この物件、この物件見て、まああとはもうここかここでいいと思うんだけれども、最後ね、ちょっと一緒に内見行かないみたいなね。まあ例えばですよ。それぐらいの、まあ行動ですね。愛を伝える行動を起こしてくるということですね。で、おそらく、それは、本来、お相手の方だけでは多分思いつかない行動だと思います。あれ、誰かの意見入ってるなと。絶対これ、この人だけだって思いつかないでしょ。みたいなね。多分そういう行動をしてくると思います。それはなぜかっていうと、プロフェッショナルアシスタンスっていうのが出てるんですね。プロのアシスタンスっていうことで、なんかこう、プロに相談して、その、これがいいんじゃないでしょうかって言われた、まあ、言われたというか、提案されたり、アドバイスされた行動を多分あなた様に起こしてくる。だから、普段のお相手の方があんまりしないような行動だとは思います。誰からアドバイス受けたみたいなね、そのあなた様としてはそう思いたくなるような、行動だと思うので、まあなので誰かのまあお力添えがあったというか、まあおそらくこうプロっていうことですから、まあその恋愛のプロであったり、まあ二人の関係におけるプロですね、まあ復縁のプロであったり、なんだかな、まあちょっとこう複雑恋愛のプロであったりとかね、何かしらのプロですね。まあ、人間関係の、まあ、交渉術のプロの人とかね。何かしらのプロだと思うので、だから、お相手の方がそんなこと思いつくみたいなことを多分してくると思います。それが、ここにも現れていて、アドベンチャーっていうのが出ているんですね。冒険っていうカードになっていて、冒険っていうのはこう未知の領域に、足を踏み入れていくっていうね。まあ未知の領域の開拓っていうことで、まあ全然ね、こう今までとは全く違った、出来事を起こしていくことが冒険なわけですね。例えば、まあ簡単に言えば、まあいつもね、行くようなご飯屋さんがあって、いつも頼むメニューを頼むのはこれ無難ですよね。でも全然全く頼んだことのないメニューを頼む。これも一つの冒険なわけです。今までやったことのない選択行動なのでね。だからそういった意味で今までお相手の方が取ったことのない行動を起こしてくるっていうことですね。プロの知恵を借りてっていうことで。で、このね、冒険というカードの数字は、これ5っていう数字が描かれていますね。で、これはですね、アクションスピークラウドリーっていうカードには49っていう数字が描かれていますね。ですから、まあ、おそらく、まあ、49と5ってことは、まあ、これは5は50日っていうところになるのかなと思うんで、まあ、今からまあ50日以内に、なんかそういったこう、プロとね、相談しながら、どうしたらいいですかね、みたいな感じでね、相談して、これがいいんじゃないでしょうか、みたいな、話し合いを受けて、あなた様に何か行動を起こしてくるんじゃないか、というところですね。まあ、アンス様との関係を円満にするための行動を起こしてくるというのが出ていましたので、まあ、参考にしていただけますと幸いです。はい。では、次ですね。まあ、あなた様としては今後どうしていくべきなのかということでね、アンス様に向けたアドバイスのカードも最後引かせていただきます。
はい、ではですね、見ていきましょう。あなた様に向けたアドバイスのカードです。ではですね、見ていくと、まず一つ目が駆け引きっていうのが出ていますね。まあ、恋の駆け引きと言いましょうか。まあそういったところなんですが、まあこれね、駆け引きができる人、できない人いると思うので、まあできるね、恋愛上級者の方は、まあちょっと駆け引きしてみてもいいのかもしれないですね。ただあんまり過度な駆け引きだと、かえって、なんだろうかな、今の関係をよくしづらくなって、ちゃうと思うんですね。だからもしね、駆け引きができる、まあ、上級者の方はできるはなんかハードめなものじゃなくて、ちょっとこうマイルドめな駆け引きに留めておいた方がいいのかなと、思うので、まあちょっとこう抑えめな駆け引き、もしくはもう駆け引きちょっとできないですと、まあそんな苦手ですという方は、まあ無理してそこはしなくていいのかなと思います。まあ、このね、カードもちょっとこう、後ろ向きながら、こう、振り返ってるみたいなことで、だから、なんでしょうかね。もう怒ってるんだからね、みたいな感じで見せながらも、ちょっとこう、気にするみたいな。まあ、本当にこう、抑えめな駆け引きぐらいでいいのかなとは思いますし、あとはまあ、一人きりになるっていうことですね。まあ、今無理してね、二人の時間を作ろうとしたり、お相手の方と一緒にいようとしたり、なんかこう、お相手の方に接触しようとするというよりかは、今はね、まあ、あなた様としては一人で過ごした方がいいのかなと思います。一人で過ごした方が、逆にね、お相手の方が今、あなた様何してんやろうなとかね、誰といるんだろうとかね、逆にお相手の方の興味関心をあなた様に引きつけられるのかなと。これをお相手の方に会おうよ会おうよとか接触しようと思うと、なんかこう、お相手の方に、なんでしょうかね。あ、結局、なんかこう、扱いやすいなとかね。なんかこう、把握しやすいなっていうふうに思われてしまうと、まあ悪く言うとね、ちょっと舐められちゃうっていうところがあるので、まあ一人っきりになると、まあそれも一つのちょっとこう、駆け引きではあったりするのかなとも思うので、そこをちょっとこう、うまく活用していくっていうのがいいんじゃないかというのも出ていました。まあそういったね、まあ一人の時間っていうのを過ごしていくことが愛の始まりっていうカードが出ていまして、まあまたね、お相手の方との愛が始まっていくことにつながるよっていうところも出ていますから、だからまあいかにこう一人で過ごすみたいなね、まあ今まではまあちょっとの時間、まあ隙間時間があれば、それもお相手の方にね、捧げて、お相手の方と一緒に過ごすってことをメインにされていたのかもしれないですが、まあ一人の時間っていうのもね、結構悪くはないと思うので、過ごしてみるっていうのがいいんじゃないかなと思うし、まあ一人のね、時間で過ごす中で、あなた様もね、何かこう、今までなかった、こう、アイディアとかね、発想とかが思い浮かんできたりもするのかなと思うので、まあ、この一人の時間っていうのもすごく大事にしていただけたら、というふうに思います。はい。ということで、最後、選択肢のカードを見ていきましょう。こちらですね、見ていくと、テンダーエンブレイスっていうカードですね。寛大に受け入れる。まあ、歓迎するっていうね、意味もあったりするんですが、まあ今回ね、先ほどの結果的には、まあお相手の方がね、まあプロのアドバイスを受けて、まああなた様に対して何か行動を起こしてくるんじゃないかっていうのがありましたけれども、まあもしね、そういった行動があったり、まあお相手の方が何かあなた様にね、歩み寄ってくる姿勢があれば、その時にはね、そこでは駆け引きしなくていいと思います。一回突っ跳ねるとかね、それはしなくてよくて、その時にはもう優しくね、迎え入れてあげるっていうことをしたら、まあ二人がね、また深いつながりを持つことができていくっていうのが出ているので、もしまあお相手の方が勇気を持って歩み寄ってきたりね、何かこう、まあ些細なことだったとしてもね、アクションを起こしてきたら、それは寛大に受け止める。何をまだこっち怒ってるんだからね、みたいな、そういった、まあなんていうかな、怒りの主張というか、怒っています、怒ってますアピールみたいな、まあそういったことはかえってしなくていいのかなと。そうすると、実際に仲直りとか和解ができる時期がただ伸びるだけになると思うので、またね、お相手の方とちゃんと繋がっていきたいのであれば、動いてきたお相手の方を優しく受け入れていくというところが大事なようですから、まあ、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。
ということで、A ですね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube でなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様からのご質問を受けて、こちらもねリアルタイムにその場でいろんなテーマをね占わせていただいているだけでなく、このライブ配信はですねオンラインサロンのみとなっておりますので、まあ普段 YouTube で話せないことも話しながらざっくばらんに和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね解説した動画コンテンツなどもお届けしているので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在は無料でお試しいただける期間も設けているので、興味のある方はですねぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの Wish Upon Star というカード、もしくはですね B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が あなた様のことで実はへこんでいることはというテーマで、お相手の方はどんなことで実はへこんでいらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方とあなた様の間で起こった出来事がどんなことか、そしてお相手の方ですね、があなた様のことで実はへこんでいることは何か、そして今あなた様に対して何をするべきと思っていらっしゃるかっていうことと、今後ね、実際にどう動いてくるのか、お相手の方がということですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはお二人の間で起こった出来事、お相手の方が実はへこんでいること、そして、今あの妻に対して何をするべきと思っていらっしゃるのかっていうところから見ていきます。ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方とあなた様の間で、起こった出来事を表すカード、お相手の方があなた様のことで実はへこんでいることは何か、そしてこちらがお相手の方ですね、今あなた様に何をするべきと思っているのかっていうカードです。では見ていきましょう。
うん、なるほど。ではちょっと全体を見させていただいているんですが、うん、まあ落ち込んでいることとしては結局自分の弱さを克服できなかったこと、それがまあ凹んでいらっしゃることなのかなと思うんですね。で、お相手の方っていうのはちょっとこうなんだろうかな、逃げ癖がある。なんかこうもう都合が悪くなったり、もう自分ではダメだと思ったらすぐにこう逃げちゃう傾向があったりだとか、あとはまあね、最近まあたまに聞かれますけれども、なんかこう人間関係リセット癖というか、なんかね、こう行き詰まったり落ち込んだりするともう全部人間関係こうリセットしちゃうみたいなね。例えば連絡先全部消しちゃうとかね、一気になんかこう今までのつながりの人を断つとかね、なんかそういう人間関係をリセットするみたいな、ところがあって、またね、それをこう発動しちゃったみたいな、部分があるんじゃないかなと思うんですね。だから、あなた様としてはすごくね、お相手の方に今困惑させられていると思います。なぜならば、すごく良かった状況なのに、関係を終わらされたから、っていうのが出ているんですね。なので、ちょっと見ていくんですが、お相手の方とあなた様との間で起こった出来事っていうところに、まずここが出たんですね。このカード、死神というカードが正位置で出ました。死神というのは何かを終わらせに来る存在なので、何かを終わらせるとか、断ち切るとか、まあ見切りをつけるっていうことを表すカードになるんですが、まあ見切りをつけるというよりかは、突然ね、あなた様との関係を終わらせてきたのかなと。例えば突然もう別れたいって言ってきたり、もうこれで関係終わりにしようとかね、言ってきたり。何かしら、まあ言葉は違えど、あなた様に終わりを告げてきた。二人の関係のね。で、これがね、なんかこう、うっすらでも、ああ、なんかもう関係終わりそうだなっていう空気感があればまだしも、ここですね。このジョイ&スタビリティっていうのが出ていて、ジョイっていうのはこの楽しさっていうことを表します。で、スタビリティっていうのが安定っていうことを表すので、楽しくてすごく安定した状態の中で突然終わりを告げてきた。だから、もう本当に直前まではね、こう楽しくコミュニケーションできていたり、楽しく二人のね、関係も、楽しく二人の時間もこう過ごすことができて、まあ非常にこう関係性としても安定しているというか、うまくいっているような雰囲気はあったと思うんですね、感触としても。なのにですね、突然終わりを告げてきたから、あなた様としては、なんでと、なぜみたいな、感じで、ちょっとこう、なんだろうかな、理解ができないというか、で、ここでお相手の方も、あなた様をなんかこう納得させたいね、あなた様が理解できるような、まあ理由とかね、事情を説明すれば、説明できればまだしも、それも多分ね、できてないと思うんですね。次のカードちょっと出ているのは、ここのカードで、このカード、ペンタクルの8っていうカード、これ逆位置なんですが、もともとこのカードっていうのは、正位置の時には、まあ目の前のことにね、取り組みながらコツコツと何かこう成果をね、上げていっているっていうことで、真面目な取り組みとか地道な努力っていうカードなんですが、真面目にコツコツとやってなんか成果につながってるから、まあどんなことでも頑張れていると。でも逆位置になると、真面目に頑張ってるんだけども、それがなんかこう結果とかね、成果につながらなくて、ちょっとこうね、まあ嫌気がさしているっていうことから、これね、まあ嫌気というか自分の能力にね、限界を感じているっていうことで、これ限界を感じるとかね、まああとは疲労困憊っていうことも表します。頑張ってるのに結果つながらなかったらめちゃくちゃ疲れますよね。だからまあ疲労困憊っていうことを表したりだとか、場合によってこれマンネリっていうことも表すんですね。でもマンネリの状況ではなかったと思うんですね。だけれどもなんかこうマンネリしてるしとかですね、あるいはもうなんかこう二人の関係はもうこれ以上無理だと思うみたいな、なんかこう限界を感じているような発言があったりね、なんかこうもう疲れちゃったんだみたいなね、疲れたって何に？それは二人の関係に？それとも自分の人生に？それとも仕事に？勉強に？何に？そこもなんかもうとにかく疲れたからもうね、やめにしたいんだみたいな。いやいやいや、待ってくださいよと。ね。あなただけの関係じゃないですよと。ね。こっちもね、
関わることだからそれはちゃんと説明してほしいっていうねところがあって、なんかその説明を求めても、いやもう疲れてるからとかね、もう無理だと思うからのもう一点張り、うん、でせっかく安定して楽しかったね関係を急に終わらせるというような、うん、だからなんだろうかな、全然あなた様としてはこう納得のいかないなんかこう終わり方みたいなね、うん、まあ実際に別れるっていう別れの言葉は言ってなかったとしても、急になんかもうそういったね説明もせずに疎遠になったりとか音信不通になったりとか、うん、なんかそういう出来事っていうのがあったんじゃないかなと思うんですが、これがお相手の方の、まあ、まあ課題というかちょっとこう直さなくてはいけないところだと思うんですね。まさに冒頭でお伝えした通り、ちょっとこう逃げ癖があったり、うん、まあ人間関係リセット癖と言いましょうか、うん、リセット症候群というのかちょっとわかんないですけども、うん、それが発動してしまった、うん、実際にお相手の方ね、うん、あなた様にとった行動はやっぱ正しくないっていうふうに今思っていらっしゃるんですね、うん、だったら訂正してこいよっていう話なんですけども、ヒロファント、これ鳳凰というカードになります。鳳凰というカードはこの正位置の時にはですね、人に対してこう正しい道を説く人物ということで、正しい選択とかね、正しい道を説く人物、まあそういったね、人に正しい道を説くからこそ、まあ尊敬を集めるということで、まあ尊厳のある人物ということも表すんですが、まあ逆位置になると、まあその自分の説いたこと、まあ自分の発したことがやっぱりこう正しくないということを表したり、まあちょっと視野が狭くなっているというね、意味のカードでもあるんですが、うん、やっぱりあなた様にね、突きつけた選択、まあそれこそ終わらせるとかね、限界を感じたからもうね断ち切るとか、うん、その選択はやっぱり、うん、今考えてもまあ正しくはなかったなと、うん、すごく自分本位だったし、あなた様にもすごくこうね迷惑をかける選択をしてしまったなと、うん、でもね、そう正しくないと思ってもしちゃうのはもうこれがもう癖づいちゃってるからなんですね、うん、正しくないと思い、なんでしょうか、正しくない選択肢と分かっていながらもそれ取ってしまうのは、どこかこう、なんかその状況に耐えられなかったり、辛かったらもうやめにしちゃえみたいな、うん。多分そうやって結構こう、まあこれも言葉悪いんですけども、人生逃げてきたんだと思うんですね。うん。だから、まあここのカードが出ていて、ペイシェンスっていうのが出ているんですね。これ忍耐っていうカードで、忍耐、耐えるっていうことですね。うん。またこう耐えることができなかった。へこんでいることに出ているわけですから、耐えたことをへこんでるんじゃなくて、耐えれなかったことですね。にへこんでいると。ね、今までも人生でここはちょっと耐え時だっていう時があっても、もうしんどいから、辛いから、疲れるからっていう理由で投げ出したり、逃げ出したりっていうことをしてきた。それをあなた様との関係でもまたしちゃった。あなた様との関係ではそれを克服しようと思っていたのに。っていうことですね、うん、だから結局自分を変えられなかった、弱い自分のままだったと、うん、課題を克服できていない自分のままだと、何も自分は変われていないというところに、まあ、へこんでいたり、まあ、あなた様にはへこむというよりかも正しくないことをしてしまったっていうね、うん、まあ、その罪悪感であったりっていうのを感じていらっしゃると思うし、あとはペンタクルの9ですね、これが正位置になっています。でこのカードっていうのは正位置になった時に実りの教授ということで、何かこう頑張ったこと、努力したことが実を結んで成果を受け取る、だからその成果を受け取るまで何か耐えなきゃいけなかったのにそれを耐えなかった、うん、あるいは耐えなきゃいけないフェーズに挑む前に、あ、この先はなんかこう耐えることが発生するだろうからもう無理だと思って逃げちゃったっていうことですね、うん、だからあなた様がね、お相手の方と一緒にいて楽しかったりね、安定してるなって思ってた時に、何かお相手の方が苦痛を味わっていたとかではなくてね、うん、その先に待っている何かこう耐えなきゃいけない状況とか、耐えることが必要な段階になるのを、まあ恐れてというか、それはもう自分はもう耐えれない気がする、挑んですらいないのにね、うん、そこを耐えればもっと大きな成果を得られる手前で諦めてしまったこと、うん、それをね、まあ、へこんでいるというか、結局自分はもういつものままだみたいな、うん、だから逃げ癖とかがあるとは思うんだけども、逃げるたんびになんていうかな、自分に失望してしまうっていうところもセットで感じてきていらっしゃるとは思います。うん、まずそれが出ていたのと、
次ですね、お相手の方が、あなた様に今すべきことは何かっていうと、そうですね。まずは、まあ、ここですかね。ファイヤーっていうのが出ていまして、まあ、炎っていうカードですね。うん。もともと、まあ、二人はね、こう、ジョイ&スタビリティっていうのがあった通り、楽しくて安定していた関係だから、ちゃんとね、恋の炎というか、二人の中でのこの炎っていうのはちゃんとね、こう、燃え上がっていたと思います。でも、急にそれをお相手の方が水かけて鎮火したわけですよね。うん。だから、もう一回こう、着火させるっていうことですね。うん。二人の、まあ、恋の炎というか、ね、情熱の炎みたいなものを、もう一回こう、火をつけていきたい。うん。まあ、火をつけるべきだと。自分が勝手に消化したからね。うん。もう一回あの様との関係を燃え上がらせていくというとちょっとあれだけれども、うん。やっぱり、うん。もう一回こう、なんていうかな。まあ、盛り上げていくというか、活気づかせていくというか、それをしていかなくちゃいけないというふうに思っていらっしゃるのと、あとはここですね、ワンドのキングっていうカードですね。これが正位置です。で、このカードが正位置になった時の意味としては、ですね、理想の実現、理想の追求っていうことの他に、目標の達成っていうカードであったり、あとは勇敢さですね。まあ、勇敢に何かに立ち向かう。まあ、今回で言うと立ち向かうというか、まあ、消してしまった炎をね、もう一回つけるっていうのが、まあ、勝手にお相手の方がね、勇気の伴う状況にしてしまったわけだけれども、まあそこもね、まあちゃんと勇気出してもう一回火をつけるっていうことですね。うん、っていうことであったり、まあ決断力っていう意味のカードでもありますから、何かこう決断をしなきゃいけないフェーズになって多分お相手の方は逃げちゃったんだと思うんですね。その先に忍耐をしなきゃいけないフェーズが待っているから。うん。だけれども、今度こそは逃げずにちゃんと決断をしていくということ。これも、まあ自分がすべきだと思っていらっしゃることに含まれているようです。まあ考えていらっしゃるということですね。で、こちらは、カップのナイトですね。うん、これが逆位置で。まあこのカードも、もともと正位置の時には愛に関するアクションを起こすということで、まあ例えば、まあ愛を深めたり、愛を進めるアクションということから、告白とか、まあプロポーズとかですね。うん、まああとは気持ちを伝えるとか、胸の内を明かすとか、そういった意味のカードで、うん。まあこれが逆位置ですから、多分そういう行動をしなかったり、まあそろそろもう告白をする局面だな、みたいなね。まあプロポーズをする局面だな、みたいなところまでなってたと思うんですね。けれども、それをせずに逃げてしまったこと。うん。いや、今度こそはもう一回ね、ちゃんとこう、まあ立ち向かってというか、ね、うん、もちろんこうね、告白をしてたとお付き合いをするってなると、それこそ恋人関係になったら友達よりもやっぱ責任っていうのが生じるわけですから、まあ耐える部分もね、もちろんあるわけだけれども、うん、ちょっとこう、あの様にこう、しそびれたというかね、やる前にこう逃げてしまった愛のアクションをちゃんとね、起こしていく、決断していくっていうことですね。うん、それを、まあ自分はすべきだっていうふうに思っていらっしゃるってことは、やっぱり、まあ急に終わらせたはものの、うん、やっぱアン様に対しては気持ちはあるのかなと思うし、なんかこう終わらせ、なんか強引なね、まあ幕の閉じ方をするときにもう好きじゃないから、みたいなね、ことを言ってたかもしれないけども、多分それは嘘だと思います。うん、自分の心に偽りを、うん、偽った言葉だったのかなと思います。まあ言葉もしくはメッセージだったのかなと。で、次ですね、まあ今後お相手の方はどう動いてくるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。今後お相手の方はどう動いてくるのか、アンツマに対してということですね。うん。はい、ではですね、見ていくと、まあそうですね、まずどう動いてくるかっていうことに関しては、
ちゃんとあなた様と向き合ってくれるようになるっていうカードが出ているんですね。今全くあなた様がいろんな呼びかけ方をしたとしても全然向き合ってくれてないと思うんですね。うん、向き合ってくれてなかったり、まあ無視したり反応しなかったりっていうね、そういう状況だとは思います。でもそれがちゃんとまあ、反応してくれるっていうとちょっとあれだけれども、ちょっと見ていきますが、まずここですね、見ていくと、Listen with your heart っていうカードが出ました。うん、このカード心で聞くっていうカードで、何でしょうかね、あなた様が例えば伝えたことを例えば右から左に耳にねこう聞き流すじゃなくて、ちゃんと心に留めて聞いてくれるようになるということで、ちゃんとあなた様とこう真摯に向き合ってくれるようになるということですね。実際にこのカードのメッセージは You are listening but need to hear with a having heart, a loving heart ということで、ただ聞くだけでなく愛の心を持って聞く必要がある。まあだから愛の心を持ってちゃんと聞いてくれる、あなた様の言っていることを伝えること、それこそ話し合いをちゃんとしようよっていうその要望をちゃんと聞いてくれる、聞いてちゃんと向き合ってくれる、話し合いの時にあなた様の主張とかもちゃんと心に留めてくれる、そういったこう向き合ってくれるっていうような行動をしてくれるようになるよっていうことですね。うん、で、先にこっち見とけばよかったかもしれないですけども、アンダーワールドっていうのが出ていて、このカードっていうのがですね、地下世界っていうカードになります。まあ地下世界にこの潜っていっているね姿が描かれています。うん、だから突如としてお相手の方ね、まあ自分の世界にこもったり引きこもったり、なんかこう殻に閉じこもってしまって、いくらあなた様が呼びかけても今は無反応というか全然対応してくれない状況になっていると思うんですが、そのこもった地下世界から今度は出てきてですね、あなた様と向き合ってくれるようになるということですね。だからそういうまあ変化というか行動が起こるということで、でこのね地下世界っていうカードが27っていう数字ですね、見えますかね、が描かれています。アンダーワールドのここですね。うん。で、これですね。Listen with your heart っていうカードのこれ1っていうのが描かれてるの見えますかね ?1。ここですね。1。うん。ですから、まあ27日になると思うんですね。じゃあこの1は何かっていうと、1ヶ月になってくるのかなと。だから1ヶ月先には、今はね、まだ殻に閉じこもっているのかもしれないけれども、今から1ヶ月先には、お相手の方がちゃんとね、この地下世界から出てきて、あなた様と向き合ってくれるようになっているんじゃないかっていうのが出ていました。うん。あとは、その出てきてからですね、まあ、対処法なのかな、ちょっと、まあ、見ていくんですが、ティーチャーっていうのが出ているんですね。これ、先生っていうカードで、まあ、実際にお二人っていうのは、まあ、先生と生徒みたいな関係性なのかもしれません。あるいは、まあ、指導員と、まあ、こう、例えば新人とかですね、まあ、上司部下とか先輩後輩とか、なんかこう、そういう関係性なのかもしれないですね。まあ、パーソナルトレーナーと受講生みたいなね、まあ、師匠と弟子っていう関係性かもしれない。けれども、まあ、どんな関係性であったりね、あったとしても教えられるっていうような関係性なわけですね。うん。だからまずお相手の方が殻から出てきたら、すぐに何て言うんでしょうか、恋愛的な展開に持っていくというよりかは、まずはこの何て言うんでしょうかね、教えられるみたいな関係性をまあちょっとこう続けていくというか、そこでちょっとずつこうぎこちないコミュニケーションをちゃんとね。なんていうか、こう滑らかなコミュニケーションにしていけるようになったり、ちょっとずつね、またこう距離感を縮めていったり、で、しっかりとコミュニケーションが取れるようになったら、恋愛的な展開に持っていったり、ね。ぎこちなさがなくなってきたら、恋愛的な展開に持っていったり、っていうことで、まずはこの、なんでしょうかね、アイスブレイクじゃないですけれども、ちょっとこう二人の関係が馴染むまでは、このね、教えられるっていう関係性の中でコミュニケーションを図ったり、仲をね、少しずつ修復していくっていうことを意識していけば、またこの楽しくて安定したような状況にちゃんと戻れるようにはなると思うので、まあ、殻から出てきた後のこう対処法っていうのも出ていました。では、今後ね、まあ、あなた様としてはどうしていくべきかっていうことですね。まあ、一応こう、ティーチャーっていうカードも出ていましたけれども、それ以外でね、あなた様はどうしていくべきかっていうことで、アドバイスのカードも引いていきます。
ではですね、見ていきますが、お相手の方とあなた様のですね、あなた様は今後どうしていくべきかっていうカードになりますので、アドバイスのカードですね。では見ていきましょう。うん。はい。では、おっとと。この3枚が出ているのでちょっと見ていきましょう。まずですね、ここのカードです。比較っていうのが出ました。うん。まあこれはね、比較するというよりかは比較することをやめなさいっていうことだと思います。うん。それはあなた様が自分と誰かを比較するっていうことでもそうだし、自分たちの関係を、まあ、あなた様とお相手の方という自分たちの関係を誰かとの関係と比べる。例えば、あそこのカップル、もうこういう風な状況になったんでって、とかね。うん。それが単なる会話のネタだったとしても、なんかこう比べられて、私は、それに見立っていないから劣っているっていうことみたいなね。うん。なんかそういうふうにこう捉えてしまうところもあると思うので、だからもう比較することっていうのを極力こうやめていく。自分も、自分たちも、そしてお相手の方を誰かと比較するっていうことですね。もちろんお相手の方が挙げることだったらまだいいかもしれません。ね。あの人に比べてあなたはすごくこういったところがあってすごいねっていうことだったらいいんだけれども、なんでしょうかね。例えばあなた様が別に比較のつもりではなかったとしても、お相手の方と、まあ、お相手の方が、例えば男性だとすると、他の男性の方をちょっとこう褒めたり上げたりするようなこと、うん。を言っちゃうと、お相手の方もなんか比較されてるような感覚になって、それでなんかこう、ってなっちゃうところがあると思うので、とにかく比較するってことをやめるっていうことが、うん、大事になってくる。自分自身にとってもね、あなた様自身にとっても。うん。で、あとは成長っていうところがあるので、まあ先ほどティーチャーっていうね、カードがありましたけれども、もしあなた様がね、その、お相手の方のその先生的な立場なんだったらば、まあちょっといろんな側面でお相手の方を成長させてあげないといけないのかもしれません。それはスキル的なところだけじゃなくて、例えば、人間性であったり、精神性であったりとかね、うん。なんかこういろんな側面をちょっとこう成長させてあげなきゃいけないっていうところもあるだろうし、まあ逆に言うとあなた様がまあこう生徒側だったとするならば、まあお相手の方からの指導を受けてこう成長していく姿を見せることで、あ、自分の指導は正しかったんだとかね、あ、自分の指導であなた様が成長してくれたらよかったっていうことで、それでなんかこうもっとね、こう打ち解けていけたりもすると思うので、まあ成長していく、もしくは成長させていくっていうことも大事になってくるようですね。うん。あとは感情っていうところが出ていますけれども、まあ感情ですね。まあお相手の方の前では感情を出さない方がいいというよりかは、まあ感情的にならないことをまあ気をつけていくっていうことと、なんかこう、あなた様の中で今溜まっている感情あると思うんですね。例えば怒りとか、まあそれこそ不満とかストレスとかね、場合によっては急にね、終わらされた悲しさ、ね、実際にこれ泣いてる人も描かれていますけれども、うん。そのね、感情っていうのを一回吐き出してください。うん。それは別にお友達に相談して、もうね、ボロボロって泣いてもいいし、なんかこう、もう一人の時間の時にね、もう思いっきり泣くでもいいし、なんかこう、泣ける映画を見るとかでも何でもいいんだけれども、とにかく一回ね、出して、もうまあ、すっきりはしないかもしれないけども、一回ね、こう全部吐き出すっていうことが大事。じゃないと、この、どうしても比較をしてしまうっていうところであって、成長の妨げになるからね。うん、だから感情一回吐き出すっていうことがすごく大事になってくると思うので、これはお相手の方に感情をぶつけて吐き出すっていうやり方だけはやめた方がいいと思うので、その違ったやり方で吐き出していくっていうことが重要だっていうのが出ていましたから、まあ、参考にしていただけると幸いです。最後、選択肢のカードも見ていきます。B ですね。お選びいただいた方のカードはこちらで、Wish Upon a Star というカードです。星に願いをっていうカードの通り、まあ、このカード、まあ、星をね、こう抱えている子供が描かれています。で、まず子供っていうのは、まあ、純真無垢な、まあ、純粋なね、心を持っている象徴として描かれている。そして、星というのは希望や理想を表す象徴になります。ですから、子供のように純粋な心を持っている人にのみ、願いが叶えられていく。っていうことを表すカードになりますから、あなた様も何かこう叶えたい願いがあるんだったらば、それが本当に叶うというようなね、まあそういった純粋な心を持っておくことが大事。どうせ叶わへんのでしょうとかね、うん、どうせ叶わへんし、みたいな、こう、まあちょっとこう、まあ、ねじれた気持ちでいると、本当にこう、いつまで経ってもこう、希望はね、得られなかったり、願いがね、叶わなかったりっていうところが、
本当に怒ってしまうっていうのが出ているので、うん。だからそうならないようにね、本当にこう叶っていくんだっていうね、純粋な心を持つことが大事なようですので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、皆様からのご質問を受けて、リアルタイムにね、その場でいろんなテーマを占わせていただいているんですが、そういったライブ配信はオンラインサロンのみとなりますので、まあ、普段ね、YouTube では話さないことも話しながらざっくばらんに和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理に関するですね、まあ動画コンテンツなどもお届けしておりますので、こちらもね、この動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在まあ無料でお試しいただける期間も設けているので、興味のある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのランドビットウィンというカードもしくはですね、C をお選びいただいた方のカードをリリングしていきます。今回のテーマですが、あの人があの様のことで、実は凹んでいることはというテーマで、お相手の方はあの様に対してどんなことで凹んでいるのか見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様との間で起こった出来事がどういったものなのか、そしてお相手の方があなた様のことで、実は凹んでいることは何か、そして今あなた様に対して何をすべきと思っていらっしゃるのか、お相手の方がということですね、を見ていきながら、今後お相手の方は実際にどう動いてくるのかということですね、こちらも見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはお相手の方とあなた様との間で起こった出来事、そして、お相手の方が実はへこんでいることは何か、そしてですね、お相手の方がですね、あなた様に対して今何をすべきと思っていらっしゃるのかということですね、こちらを見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきましょう。上のカードからこちらがお相手の方ですね。あの様との間で起こった出来事を表すカード。こちらはお相手の方ですね。お相手の方が、あの様に対して実は凹んでいることは何か。そして今、あの様に対して何をすべきと思っていらっしゃるのかっていうカードです。では見ていきましょう。はい、ではですね、見ていくと、なるほど、ではですね、ちょっと見ていくと、まず出た結果を見た印象としては、なんかね、最初はっていうか、結構お相手の方の方からぐいぐい来てたんじゃないかなと思うんですね。でもそれがなんかこうピタッと止まったというか、なんかこうぐいぐい来ていたのに、なんか場合によって180度変わって急に消極的になったり、奥手というか、最初の勢いどこ行ったみたいなぐらいですね、こう様変わりしてしまったんじゃないかなっていうのが出ているので、ちょっとね、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思うんですが、まず上のカードですね、お相手の方ですね、あの様との間に起こった出来事として、まずここが出ているんですね。リードっていうカードが出ました。リード、リードするとか、導いていくっていうことで、前に映っている人と、後ろからついていっている人がいますけれども、前に立っている人ですね、先頭に立っている人に色がついています。ですからおそらくお相手の方が、こっちの役割を担っていたのかなということで、あなた様はすごくリードしたりだとか、それこそ最初は、積極的、ガンガンアプローチしてきたりだとかね、結構こう、言い寄ってきてくれたりだとか、猛烈なアプローチがあったりだとか、そういう、勢いっていうのがすごく感じられるところがあったのかなと。だから、ちょっとこう、あなた様としてはその勢いに負けるような感じがあったりだとかね、勢いに負けて、例えば、ついついちょっとこう、お誘いに乗ってしまったとかね、それぐらい、お相手の方が結構リードするところがあったのかなと。どっかこう、二人で行くところをね、決めるときも、これどう、これどう、みたいな感じで、あなた様に聞くというよりかは、なんかこう、お相手の方からポンポンってこうなんかこう出てくるぐらい、なんかこうリードするところもあったんじゃないかなと、いうのと、あとはですね、こちらのカードで、最初はね、ちょっとこう、うわ、めっちゃ来るな、この人っていう感覚があったかもしれないけれども、ペンタクルのナイトっていうカードが正位置で、このカードが正位置の時には着実さとかですね、誠実っていうことを表すカードで、すごくこうグイグイは来るけれども、意外とこうなんか、あ、誠実なところあるじゃんみたいなね、なんかこうメッセージではこうガンガン来るけれども、実際に会ってみたら、あ、すごいなんかこう紳士的だなとかね、すごくなんか誠実な人だなとかね、真面目だなっていう、なんかそういい意味でのギャップ、っていうところがあったんじゃないかなと。だからそのギャップにあなた様もですね、少しずつ、心を開いていったり打ち解けていって、お二人の関係もこう着実にね、こう進んでいっていたんじゃないかなと。そういった流れを経験されていたと思うんですが、さなか、ここですね、ペンタクルの3っていうカード、これが逆位置になりました。で、このカードっていうのが正位置になった時の意味としては、今回逆位置ですけども、正位置の意味が進化進歩っていうカードになるんですね。何かこう先に進んでいたり、前に進行していくっていうことを表します。あるいはこう前にね、何かを前に進めていくことに対して積極的っていうことも表すカードになります。ですが、これね、逆位置になった時には、何かを前に進めていくことに対して、これ否定的な態度とかですね、固くなな態度っていうことを表すカードになります。あるいは力を出し惜しみする。
ね、最初はすごくね、あなた様にこうガンガンアプローチをしてきて、もう自分の 100% もしくは 120% のね、実力をこう出してきていたのに、急になんかこう 60%、50%、40% みたいな感じで、ちょっとこう、まあ手を抜き出したというかね、うん、まあ手を抜いたように見える態度とか行動が目立つようになってきた。うん。あるいは二人の関係を進めていく。ね、最初はお相手の方のアプローチがすごく強くて、あなた様がそれになんかこう合わせていくところがあったと思うんですね。でもそれがいつの間にかちょっと逆転してね、今度はあなた様の方が、まあちょっとこう気持ちが大きくなっていて、あなた様がいろいろこうアプローチしたり誘ったりしても、なんかその誘いに全然乗ってこないみたいな。うん。なんかこう、いつの間にかこう逆転現象が起こっていて、うん。だから、追う恋は好きだけれども、追われる恋は好きじゃないのかなって思うぐらい、最初と今で、なんかこう、態度とか様子とか、なんかこう、アプローチの仕方とか接し方とかっていうのが、全く変わってきていてですね。うん。最初の勢いじゃあ何だったのって思うような、今状況であったり、まあ、出来事を経験しているんじゃないかなと思うんですが、その、あなた様になんかその、なんかこう、ガンガン来るね。あなた様にドン引いたとか、全然そんなことではないと思うんですね。うん。あるいは、もう追われる恋に全く興味なしっていうことではなくて、なんかね、お相手の方としては、凹んでいることですね。が何かっていうと、ここをですね、ちょっと見ていくと、なんていうかな、ピース配分がちゃんとできなかったというか、うん。このカードですね、ソードの4っていうカード、これが逆位置になっています。で、このカードっていうのが、もともと正位置の時にはですね、小休止、休息を取るということで、行動や計画をストップさせて休みに入っている。もう座り込んでるわけですね。うん。何かこう、今までやっていた作業とか、まあ、計画とかをもう一旦ストップしてね、全部ストップしても座っても休むということですね。うん。だから、小休止っていうカードになります。で、これは、なんかこう、気力とか体力がもう限界ギリギリの状態だったから、もうこれ以上続けたら、ちょっとこう、悪い事態が発生してしまうとか、うん、良くない方向に物事が進んでしまうっていうことがあるから、もう、思い切って休むっていう選択を取ったっていうカードなんですね。うん。で、逆位置になると、その気力体力が回復して、もう一回こう座り込んだ状態から立ち上がって、再び動き出すっていうカードになるんですね。だから再開するとかリスタートっていうことを表したり、あとは何かにこう復帰するっていうことであったり、いいですね。うん、まあ、あとは準備を整えるとか、気力体力を取り戻すっていうことで、うん。リードしていた時っていうのがあったと思うんだけれども、その、まあ、あなた様にちょっとこう舞い上がりすぎてですね、まあ、多分あなた様がすごいドンピシャだったんでしょうね。お相手の方にとっては。なんかちょっとこう舞い上がってペース配分間違えちゃったわけです。うん。いきなり最初から飛ばしすぎて途中でガス欠になっちゃった。うん。だから本来だったらば、ね、ちょっとずつちょっとずつね、やっていけばよかったのが、ちょっとこうテンション上がりすぎて、例えば、いきなりあなた様にお金使いすぎた。ね、プレゼント攻撃でいろいろあげちゃったりだとか、ね、ちょっといろんなところに連れて行きすぎて、ちょっと今自分の生活費がカツカツになっているとかね。うん。あとは、ま、スケジュールとかもちょっとこう無理しすぎて、その無理がたたって今、ちょっとこうトラブルが起きている。自分のね、プライベートの方で。とかね。うん。とにかく、ちょっとこう、うん。調整ができなかったのかなと。うん。いうことで、今なんでしょうかね。今度は、その、自分のちょっとこう、ガス欠が起こったタイミングで、今度はあなた様の、こう、テンションとか気持ちとか今上がってきている中で、それに応えられない。応えるだけの体力、気力が今備わっていないということ。うん。そこに凹んでいるというか、うん。ちゃんとペースをね、こう考えてやっていたら、今あなた様がこう望んでいることにも応えられたのに、そのチャンスをことごとく今、ちょっとこう、気力体力がないせいで逃してしまっていること。うん、それをね、まあなんか凹んでいるというか、うん。テンパレンスっていうのが出ていますが、節制というカードですね。節制というのは節約するとか節制するということで、ちゃんと、まあいい意味でね、まあエネルギーとかお金とか、まあ時間の使い方とか体力とかをちゃんとこうね、いきなりブワーって使うんじゃなくて、ちゃんとうまい具合にこう節制していれば、ちゃんと今もあなた様との関係が稼働し続けていたのに、その流れを今ピタッと自分が止めてしまっているということ。うん、そこをまあ落ち込んでいるというか、まあ反省しているみたいなところですね。うん。
で、ミラクルズっていうカードが出ていて、これ奇跡っていうカードで、まあなんでそんな舞い上がっちゃったかっていうと、何かこうあなた様との出会いであったり、あなた様に対して何かこう奇跡を感じたから、またとない奇跡的なものを感じたからということですね。あ、こんな人に出会えるなんてもう二度とないチャンスだとかね。うん、こんななんかこうドンピシャな人と関係をね持てるなんてもう二度とないとかね、なんかそういうこう奇跡に感じてしまっ、まあもちろん今も奇跡に感じていらっしゃると思うんですけれども、うん、そこがちょっとこうペース配分ができなくなってしまった、うん、アクセル全開踏みすぎになってしまった原因なので、まあそこをまあへこんでいるというか落ち込、反省していらっしゃるっていうのが出ていました。うん、だからこそですね、今お相手の方が、まあ、あなた様にというか、まあ、あなた様につながる自分に関してのするべきこととしては、ここですね。ワンドの6っていうカード。これ逆位置でした。このカードっていうのは、もともと正位置の時に勝利や成功をつかむとか、まあ、目標を成し遂げられるとか、望みのものを手にするっていうことで、まあ、自分の取り組んだこと、携わったことがうまくいくということを表すカードになるんですが、逆位置になるとですね、まあ、スランプに陥るとか、物事が遅延するとかですね、あとは心理的、経済的な打撃を受けるっていうことで、最初からあなた様に対してかっ飛ばしすぎたから、今ね、まあ、例えば経済的なその打撃というか、ツケが今回ってきているということであったり、まあ、心理的なところでもちょっとこうね、頑張りすぎて、うん、ちょっとこう心が今持たなくなってしまっているとかね。うん、とか、まあ、あとは、まあ、あなた様のことを頑張りすぎて、他の物事が今遅れている。うん、仕事のペースが遅れているとか、勉強のペースが遅れているとか、まあその他何かこうお相手の方に関する物事が遅れているとか、うん、そういったことが発生してしまっているから、まずは自分を元通りの状態に戻していくこと、そうしないとあなた様とまともに向き合っていけないわけだから、まずは自分の、まあ心理的、経済的、あとはコンディションなどなどですね、それをまあまずはちゃんと万全な状態に、戻していくということですね。それをする、まあ、しなきゃというふうに思っていらっしゃる。それができたらあなた様に対してちゃんとまた自分から動くっていうふうに思っていらっしゃっていて、ラトルっていうのが出ていますけれども、ラトルっていうのはですね、まあ、これ勇敢に一歩踏み出すっていうカードになりますから、もう一回あなた様に対して、まあ、一歩踏み出すというか歩み寄るというかね、また行動を起こしていくと、うん、いうふうに思っているから、なんかこのままね、もうあなた様に対してはもう一生行動を起こさないんじゃなくて、ちゃんと万全のコンディションになってから動くっていうふうには思っていらっしゃる。なぜならば、運命の輪っていうカードが出ている通り、まあ運命の輪っていうのは運命っていうキーワードがありますので、まあ運命に関するカードなわけですが、うん。あなた様には先ほどミラクル、まあ奇跡的なものも感じているっていうのがありましたけれども、やっぱ運命的な、まあつながりであったり、縁であったり、まあ、出会った時から運命を感じていたり、まあ、あなた様のことを運命の相手として思っていらっしゃったりするところがあるから、このままね、なんかこう消滅させるんじゃなくて、ちゃんとね、自分のコンディションを整えて、また運命のつながりをこう続けていくというか、進めていくっていうことですね。それをしていこうと思っていらっしゃるようです。うん、では、実際にね、まあ今後お相手の方はあなた様に対してどう動いてくるのかっていうことですね。こちらも見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。お相手の方は実際あなた様に対して今後どう動いてくるのかっていうカードです。では見ていきます。うん、
ではですね、見ていくんですが、あなた様がなんとなくでも今想像しているものがあるんじゃないかなと。例えばなんかこんなことをしてきそうな気がするとか、こんな行動を起こしてきそうな予感がするんだよなっていうのがあると思うんですけども、それが実際に起こるよっていうのが出ているんですね。うん。なので、ちょっとそのカードから見ていくと、まずここのカードで、Intuition and Manifestation っていうのが出ました。Intuition っていうのは、まあ、直感ですね。で、Manifestation っていうのは実現ということで、直感が実現するっていうカードになります。ですから、あなた様のなんかこう直感で、お相手の方はこうこうこういう性格だから、こんなことしてきそうだなとかね、ああ、これぐらいの時期に多分こういうふうなことしてくるだろうなっていうね、なんとなくでも、あなた様の中で思い浮かんでいたり、直感的にひらめいていることがあるんだったらば、実際にそれが起こってくるよっていうことですね。うん、本当にその通りに動いてくる。だからもうあなた様っていうのはもうお相手の方を結構熟知しているのかなと、思うので、まあ、結構その通りに動いてくる可能性は高いということと、あとそれ以外のところで言いますと、こちらですね、Embrace your emotions っていうことで、あなたの気持ちを受け入れるということですね。今、まあ、気持ちとしてはガンガンね、アプローチをしてたときは、お相手の方の方が気持ちが、大きいというか高くて、まだあなた様はまだこう追いついていないっていうのが今逆転現象になっているんじゃないかってお伝えしたと思うんですが、そのあなた様のまだあなた様からの受け取れていない部分の気持ちをちゃんと、またはね、お相手の方が受け入れてくれるようになると。受け止めてくれるようになるということですね。だからあなた様も、何だろうかな、ようやくね、お相手の方が自分の気持ちとか思いとか愛情を受け入れてくれてですね。それであなた様も安心できると思うし、まあ、先ほどリードっていうカードもありましたけれども、ここでは、まあ、ユニコーンとその背中に乗っているね、人がいますけれども、またお相手の方があなた様を背中に乗せて、また導いていってくれると。ただ気持ちとかを受け入れるだけじゃなくて、あなた様をまたこうね、リードしていってくれるようにもなるっていうね、まあ、そういう行動も起こしてくるのかなということですね。あとはまたお相手の方が、まあ何なのかな。まあこれトラストっていうカードなんですけれども、これ信頼っていうカードですね。あなた様がまた、お相手の方を信頼したくなるような行動ですね。だから、例えば言ったことはちゃんと実現するとか、約束は守るとかですね。ちゃんとこう、まめにね、例えば連絡をしてくれるようになるとかですね。もう嘘をつかないようにするとか、実は、まあ、こういう理由でっていうことで本当の真相を話してくれるとかですね。何かしら、まあ、信頼を回復させる行動は人によって、シチュエーションによってこれ違うと思うんですけども、またあなた様がお相手の方を信じて、こう、まあ、飛び込めるぐらいね、信用できるような行動っていうのもこれ起こしてくれるよっていうのが出ているので、なので、ね、まあ、そういった意味ではまた、こう、あなた様としてもまた、こう、お相手の方に今ちょっと不信感っていうのが出てしまっていると思うんだけれども、まあ、その不信感がなくなって、また心が開けるような状況になっていくのかなと思うので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。では、最後ですね。まあ、あなた様としては今後どうしていくべきなのかということで、あなた様に向けてのアドバイスのカードも最後引かせていただきます。ではですね、見ていきましょう。あなた様に向けた、まあ今後のあなた様に向けたアドバイスのカードになりますので、早速見ていきます。はい。この3枚が出ましたので、ちょっと見ていきますが、まずじゃあこっちから見ていきましょう。忍耐っていうのが出ました。まあ忍耐ですね。まあちょっとこう、あなた様としては今、まあ忍耐、耐えるべき時期でもあったりするのかなと。まあ十分ね、今も何かに耐えているっていう方もいらっしゃると思うんですが、今はまだちょっとこう我慢の時期ではあるのかなということですね。まあ、それこそ何かね、お相手の方に対して動きたいっていうところがあるかもしれないけれども、あなた様のその直感的なタイミングまでは、例えば我慢するとかですね。
ちょっとこの時までは我慢した方がいい気がするなとか、耐えた方がいい気がするなっていうふうに、それも直感的に思ってるんだったら、せめてその時期までは何かを耐えたり我慢した方がいいと思います。うん。そこでこう、こらえられなかったり、我慢できなかったりすると、せっかくのあなた様の努力っていうものが、水の泡になってしまう可能性が高いので、まぁ、ちょっとこう、耐えるっていうことも今必要なシチュエーションのようです。うん。あとはね、まぁ、心を開くっていうことですね。ちょっとこう、お相手の方がね、あなた様の、まあ、信用をね、損なうような行動をしてしまったので、なかなか、その、なんだろうかな、お相手の方に心を開くっていうことが、ちょっと難易度上がっちゃったと思うんですね。うん。で、もう、これはですね、その、大きな窓と、この小さな窓っていうのがある通り、いきなりね、お相手の方に対して、ちょっとこう、不信感が募ってるお相手の方に対して、心の扉を全部開くっていうのは、なかなかこれ難しいと思うので、まあ、例えばお相手の方があなた様にね、信頼できるような行動を取ってきたら、まずは心の小窓ぐらいから開けていくみたいな感じでね、ちょっとずつでもいいので、まあ、お相手の方がね、こう、あなた様の気持ちを受け入れてくれたり、信用できるような行動を取ってきたら、ね、かたくなにそれで、まあ、心を開かないとかじゃなくて、開ける部分から開いていくっていうことをした方がいい。そうすることで、恋に落ちるっていうカードも出ている通り、またね、お相手の方と、まあ、恋に落ちていくというか、まあ、恋に落ちるというかね、まあ、ここでは、こう、雨が降っていた中での雨上がりの、こう、虹がかかっているわけですね。で、やっぱり雨というのは、ちょっとこうね、二人の恋においては、こう、ちょっと辛い時期。とかね、まあ過酷な時期だと思うんですが、もう傘を使わなくていいぐらいね、二人の状況が晴れやかになって。で、虹っていうのはこう幸せの象徴でもありますから、またこう幸せな状態となって二人が繋がったり、愛のストーリーがまたこう始まっていくというような、まあそういう展開になっていくっていうことがありますから、まあ、忍耐とまあ心を開くっていうことがすごく大事になってくるのかなと思うので、うん。まああとはまあこのトラストっていうカードですね。にはこれ34っていう数字がね描かれていましたので、まあ何かこう34にまつわるタイミングですね、まあ34日以内、ちょっと中途半端な数字ですけれども、34日以内にねまた信用を回復してくるような行動を起こしてくれたり、まあ例えば34歳のうちにとか、34歳になられたらとかね、そういうこともあるかもしれないですが、まあ34っていうのが一つのねターニングポイントになってくるようですから、まあこれもね参考にしていただければなと思います。はい。では最後ですね、選択肢のカードを見ていくと、こちらですね、The Land of It Win っていうカードが出ていて、中間地点というカードになります。まあ、こっちの大陸とこっちの大陸のほんとちょうど中間ですね。中間地点の、まあ、大陸があって、そこに橋がかかっているっていうことで、今ね、あなた様が何かこう実行しようと思っている行動や、お相手の方に何かこう提案しようと思っていることがあるとするならば、それはどっちかに寄っているものというか、ほんとこう中間というかね、どっちもにとって、例えばまあメリットがあったり、本当にこう中間な、うん、ものを提案した方がいい。例えばまあ週1回会いたい人と月1回会いたい人っていうね、こう意見が食い違っている時に、じゃあ2週間に1回はどうですかとかね、なんか例えばですけれども、そういった本当にこう中間地点のものを提案したり実行していったり、まあなんかこう言う、まあ意見としてもどっちかに偏ったものじゃなくてね、中間な意見ですね、中立な立場というか、中立な意見みたいなものをこう述べていくと、物事がスムーズにつながったり、ね、対立していたものがこうまたつながるようになっていくっていうことを伝えてくれているので、まあこれもね、もしかしたら今のあなた様にとってはすごく大事なメッセージでもあるのかなと思いますから、参考にしていただけますと幸いです。はい。ちょっとね、講師の音が入っていて申し訳ないんですが、最後 C ですね。お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様からのリクエスト、まあ、ご質問を受けてですね、こちらもリアルタイムにその場でいろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、まあ、オンラインライブ配信ですね、まあ、オンラインサロンのみとなりますので、まあ、普段 YouTube で話さないことも話しながら、ざっくばらんに和気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解
りするのが難しかったりする男性心理について解説した動画コンテンツなどもねお届けしておりますので、こちらもこの動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在は無料でお試しいただける期間も設けているので、興味のある方はですねぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。